マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。ご協力お願いします。そういう時期だよな。今年もいよいよ終わりか。今日はクリスマス。仕事が忙しくて昨日のイブは妻と一緒に食事を取れなかった。ご協力お願いします。その罪滅ぼしじゃないけれど、今日は仕事納めで早めに上がれたから、二人で飲むためのワインと彼女へのプレゼントを買い家路に着いた。ご協力お願いします。電車に揺られ駅に着き、改札を出たところに募金箱を抱えた子供たちが雪がちらつく中並んで大きな声を張り上げていた。ご協力お願いします。はいはい、ちょっと待ってね。よいしょっと。はい、寒い中大変だね。ご苦労様。ご協力ありがとうございます。歳末の見慣れた光景、それさえも牧歌的で平和な光景に見えてしまうのは、よほど平和ボケしてしまっているからだろうか、なんてことをぼんやり考えながら歩いていた。あ、もしもし。うん、今駅に着いたところ。もうすぐ帰るよ。あ、じゃあ。あの、これ落としましたよ。え？私ですか？ええ、これ。いや、これは私のじゃありませんね。おや、確かに今あなたが携帯電話を取り出した時にポケットから落ちましたよ。あ、そうですか。ありがとうございます。いえ、どういたしまして。それでは失礼いたします。メリークリスマス。ああ、メリークリスマス。見知らぬ女性に渡された紙切れは何かの雑誌の切り抜きのようだった。うん、なんだこれ。こんな切り抜き全く心当たりがないんだけど。その切り抜きにはどこかの国で起きている戦争の悲惨な写真と、そこで暮らす人々の壮絶な人生が書かれていた。自分には関係のないことだと言い聞かせようとしたけど、騙しきれなかった。ああ、俺がこうやってのんきに妻と二人でクリスマスを祝おうとしているこの瞬間にも、誰かがどこかで静かに命を奪われているのだ。平和を望みながら自分の幸せばかりを求め続けている卑劣な僕がいる。クリスマスを祝えない人たちだってたくさんいるんだと、僕は厳粛な気持ちでワインとプレゼントを抱え直した。ええ、そうです、私がクロセです。サンタクロースであることはバレてはいけないから、世間ではそう名乗っているんです。ああ、そうそう、私たちサンタクロースの仕事は子供たちにプレゼントを届けるだけじゃないんです。昔子供だった大人たちにはちょっとした奇跡を届けているんですよ。それは物じゃないからみんな気づかないけどね。もしクリスマスに奇跡が起きたら、それはサンタからの贈り物と思っていただいて結構ですから。ええ、そうですよ。大人になっても、サンタからの贈り物は届くんです。え？今の方には何をプレゼントしたのかって？それは、気づきです。平和について改めて考えた彼は、これから行動を起こすはずです。そして、
彼の思いが世界のどこかの誰かに幸福を届けることになります。ええ、彼は多分サンタクロースになると思いますよ。